はい、西多摩新選組のチャンネルでございます。日時はですね、2023年10月の14日でございます。土曜日でございます。はい、今来ているところは東京都青梅市、東京都青梅市のですね、青梅市立総合病院、今はね、名前変わっちゃいましたけれども、病院の前に来ております。はい、今ですね、病院のですね、建て替え工事しているんですけれども、だいぶですね、進みましたよね、工事ね。来月ですね、仮のオープンですよね。あちらのですね、奥にある、大きい建物がですね、新しい病院でございます。はい、こちらもですね、先日まではね、鉄板のバリケードでね、中が見えないように塞がれていたんですけども、バリケードね、外されましたね。はい、この緑のフェンスがあったところはですね、以前、高低差がね、少しあったんですけども、どうやらですね、高低差をなくしたみたいですね。はい、こんな感じでね、コンクリートの塀があって少しね、高さがあったんですよね。今度ですね、オープンするときはこちらがですね、フラットな、地面になっているみたいですね。はい、今現在ね、こんな感じになっております。はい、だいぶね、工事進みましたよね。はい、来月ですね、仮のオープンでございます。現場からは以上でございます。西多摩新選組、細谷豊樹のチャンネルでございました。